いつも動画見ていただいてありがとうございます、56歳おっちゃんのガレージライフ、今日もスバル360これやっていきたいと思います。それで前回ね、質問欄からオイルポンプあれパーツ出てますよっていただいて、情報ありがとうございます。今度気持ちの整理がついた時に、バラしていきたいと思います。またバラしたことのラインする時っていつもドキ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 するんです。それとね、キャブのフロート掃除したんですけど、上のセンサーあれもね、コメントいただいたようにね、ゆくゆくはね、もう新品に、リビルド品を探して、新品に交換していきたいと思います。とりあえず今このままつけてるんですけどね、本当にね、もう貴重なアドバイスいつもありがとうございます。で、今日はね、何をするかといったら、この前ね、ワイパーつけますとか言ってつけれてなかったのとか、あとバッテリーホルダーとか小物をこちょこちょつけて、それでね、このライトなんですけど、これよいしょ、割れてる、はい、前回も言ったようにこれは割れてるんですけど、これね、とりあえずどうにかしたいんです、これを。それでね、これペンキがついてるんでね、とりあえず今日ペンキを落として、それで、これもう割れたままでもいいんでね、ここちょっと穴をどないぞ頑張って塞ぐこと、まあ今日はできないかもできないと思うんですけど、とりあえずね、この見にくいペンキがついてるとか汚れがついてる、これを落として、それでここになんか貼れるような状態にまで、持っていけたらいいかなというような、今日もまたゆるい動画でございます。こんな感じで、やっぱりね、この丸いこれが可愛いかなと思って、割れてても可愛いと、なんか変態やねまあそんな感じでね、ぼちぼちやっていきたいと思います。どうぞスバル360度56歳のおっちゃんのガレージライフ、カーライフ、どうぞご覧ください。ゆるく頑張ります。最後までお付き合いよろしく。よいしょ、おっと、これ 上がない、上ちょっと上をさ、これね、これもね、実はこれサビサビだったんです。サビサビだったのね。あー、やっちゃいました。気づいたんかった、よかった。それでね、一応ね、塗装しました。ちょっと 上の部分持ってきます。どこに置いたか、おおお、マジでないガーンマジでどこへやってしまったんだろう。このガレージの片付けもね、3日前からやってるんですけどね、もう1日ね、本当30分ずつぐらいね、年内にちょっと綺麗な状態に、なるようにまでね、わっと持っていきたいかなと。ここに置いてあったん、どこにあった、なくしちゃいました。最近ね、めちゃくちゃ物忘れが多くてね、あれ、ほんまにどこやったかな。あった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 、こんなところにありました、ありましたありました、はい、ここに、はい、ここにありました。はい、これつけていきたいと思います。はい、それでね、これをちょっとつけていきたいんですけど、これね、大きさが合わない。
よいしょ。ここのところにこう 穴があって、そこに引っ掛けるかなと思ったんですけど、そういうのも全くないので、とりあえずもう一度入れて、完璧。着きました。まさかのこれに1時間超えとは。はあ、疲れました。こんなもん。はい、できました。はい、今日はほんまにダメ。バッテリーのステーつけるだけに1時間以上かかります。普通それでも外真っ暗になって、もうめちゃくちゃ冷えてきたんでね、今日はこれにてもうやめようかなと思っては、それでバッテリー一応つけたんですけど、これね多分ね間違ってるかもわからないんです。でこのステーが合ってるステーかもわからないんです。もしわかる人あったらね、また一報ください。それとあのワイパーもつけてみたんですけど、なんかつけ方がね、昔のはチャッチーかなと思ったんですけどね、けどねやっぱりねあるとないとでね全然違う、こう見た目がね車っぽくなってきました。で初めにねこのよいしょ、これねここをとりあえずあのペンキがついてる落としますって言ったんですけどね、もうねこんだけ バッテリーに時間取られて真っ暗になったらね、気持ちがダウンしてしまいました。こんな感じでね、もうキリがいいんでね、もう今日はこれにてね終了したいと思います。それで本当にねまさかの展開です。今日来ないなると自分でも全く思ってなかったです。それでね一応ねあのルーフのねルーフレールのゴムをね、今もヤフオクで買ってねオーダーしても送りましたっていう連絡が来たんでね、これね本当はねこれペンキ早く取ってねルーフの裏側とかをね研磨したりね、本当はやる気だったんです、やる気満々だったんですけど素人全く進みませんでした。まあそんな感じでね、ゆるく56歳のおっちゃん、もうじき57歳になりますけど、楽しいガレージライフを楽しんでます。まあね本当にゆるい動画ですけどね、また明日も何かアップしますのでね、よろしければチャンネル登録してください。それでまたいいね高評価グッドボタン、こんなゆるい動画でもね、いいね高評価お待ちしておりますので、よろしければ重ね重ねよろしくお願いいたします。というわけでね今日もうね気持ちダウンしました。もうお腹いっぱいになったんでこれにて終了。うわっ、さようなら。